はい、今日からうちのクラスの一員となる山中俊之くん、広島から来てまだ全然こっちのことを知らんようなので、みんな仲良くしてやってくれ。山中です、よろしくお願いします。じゃあ山中はあそこの空いてるところな。島田、仲良くしてやれよ。はーい、分かってます。俺の名前は山中俊之、親の都合でこの高校に転校してきた。心機一転、新しい部活にでも入って高校生活をエンジョイしたいもんだ。よー、転校生、こんな時期に転校なんて珍しいね。ちょっと家庭の事情でね。あー、聞いちゃまずいことだった？いや別に、これからよろしく。俺は島田、島田新一だよ。あー、新一でいいよ。あー、そう？じゃあ新一、よろしく。よろしくな。そうだ、放課後なんか用事ある？いや、何もないよ。引っ越しの二ほどきもこの間の日曜日に済ましたし。あ、じゃあ学校の中をいろいろ見学してみるかい？いいのか？まだこっちの制服届いてないから部外者っぽいし。いいよいいよ、なんか言われたら俺が説明すっから。うん、そっか。じゃあ頼んでいいか？もちろんだ。それじゃあ放課後忘れんなよ。さてと、大体の施設についてはこんな感じかな。結構大きいな。前の学校とはだいぶ違うのか？そうだな、テニスコートなんてなかったし、柔道場がこっちにはないし。柔道か、俺そういうのパスだな。俺も授業以外ではやらんよ。あの建物は？ああ、あれはクラブの部活棟だな。見てみる？そうだな、せっかく転校してきたんだし、今までやったことない部活やりたいな。へえ、部活は何やってた？科学部だったけど、他の部活のヘルプが多かったな。運動部に文化部、いろいろな。へえ、器用なんだな。ただの補欠要員だよ。実際になんかやらされたってことはほとんどないよ。なるほど、じゃあ行ってみようか。ここが吹奏楽部の部室。あれ、思ったより小さいな。今年3年が抜けて人数がガクッと減っちゃって、生徒会の査定で部室移動させられたんだよ。おやー、それは災難だ。うちの部活は生徒会が強い権限持っててさ、最悪解散命令もできるんだよ。おー、怖い怖い。触らぬ神にたたりなしってね。まあでも部活解散なんてことになった部活はないけどね。んで、ここが家庭科部。賑やかだな。そりゃ女子がわんさかわんさか、ハーレムパラダイス夢の国ですから。あ、家庭科部の木島さんは口説いちゃダメだよ。はっはー、狙ってるな。いや、ほんと可愛いんだよ。あと、ここが文芸部、廃部寸前。さっき言ってた生徒会？いんや、ただ2年が1人いるだけ。部員獲得に興味がないから来年にも廃部かなと。へえ。で、ここは？ここは仮面部。へえ、仮面部か。さぞかしすよ。なんと？仮面部だよ。仮面部？詳しいことはさっぱりわかんないけど、なんか仮面を使うらしい。何に使うんだ？部員が3人で何か大会があるとか、インターハイ？仮面のインターハイ？うん、校長室の前にトロフィー飾ってるんだけど、そこにもあるよ、仮面部の。ちょっと覗いてみようかな。やめといた方がいいんじゃないかな、変わり者揃いだし。そうなのか。うん、うちの学校の中でも抜きん出てる変わり者、できれば関わりたくない。どうしても見学したいの？まあちょっとは気になるだろ。仮面部とか普通の学校にはないし、せっかく転校してきたんだから、知らないものにチャレンジしてみたいって思ってさ。気持ちはわからなくもないけど、あんまりおすすめはしないよ。それに仮面部は月曜は休みだからね。そっか、まあ今日のところは帰ろっか。そうだね、だいぶ遅くなっちゃったしね。それじゃあまた明日。一人で帰れるか？ああ大丈夫、帰宅ついでにその辺探検して帰るよ。そっか、
気をつけて。あ、じゃあ明日な。ふう、行ったか。あら、島田君、こんなところで何してるの？転校生の案内であります。桜井生徒会長殿。そんなにかしこまらなくていいのよ。見回りしているわけではないの。ただの散歩。はっ。もう本当に、あんまり硬すぎると友達できないわよ。かしこまりました。善処いたします。で、あの転校生、どうかしら。興味を示しておりました。多分そう遠くないうちに見学に行くかと。まずいわね。私がしっかりと釘を刺さなかったばかりに申し訳ありません。あなたのせいじゃないわ。でも今新入部員が入ってしまって調子に乗られても困るわ。はい、存じております。我が校は由緒正しき新学校なのに、仮面部などとうさんくさい部活が存続しているせいで、進学した先でネタにされ、バカにされる。そのような悲劇は終わりにしなくては。その通りです、桜井生徒会長殿。あと一週間新入部員が入らなければ取り潰し。ここまで持ってくるのに一年費やしたわ。ここで計画を潰されるわけにはいかないの。は、生徒会初期島田新一、なるべく彼をマークしなさい。そして仮面部に関する動きがあれば報告しなさい。これは生徒会長命令です。かしこまりました。本当に最悪のタイミングだわ。あれから一週間通ったけどさ、仮面部いつ行っても人いねえでやんの。当然だ。遭遇させないようにわざと部員を呼び出したり工作してるんだから。今日も行くの仮面部？あ、なんかこうなると逆に気になるからな。今日もいないかもしれないよ。まあ行ってみないとわからんさ。ひょっとしたら寡黙な美少女とかいるかもしれないし。寡黙ったって、仮面部だよ。仮面かぶってたら美少女かどうか。すまんね、俺の美少女が待ってると思われるので行ってくるよ。おい、案外しぶといな。という具合です。熱心ね、山中くん。3日くらいで諦めると思っていたけど。そうですね。でもそれも今日まで。今日の夕方6時の鐘までに仮面部に部員が入らなければ。見学したくても仮面部が消滅していて見学できないということですね。そうです。で、今日も呼び出しをかけていますよね、仮面部の部員には。え、本日は会長殿が自ら呼び出すと聞いていましたが。あら、でも当番としては今日は島田君のはず。昨日の定例会が終わった後おっしゃってたではないですか。せっかくの一年の集大成、最後は私が引導を渡しますと。会長殿。どうしよう、島田くん。全然妨害工作してないよ。どうしよう、はっちゃうよ。仮面部と山中くんが、ボーイミーツ仮面しちゃうよ。どうしよう。会長殿、落ち着いてください。冷静になってください。まだ山中が入部すると決まったわけではありません。そうね。まだ大丈夫だよね。そうです。あんな明らかにうさんくさい部活、普通の人間ならまずドン引きです。日を改めるかそのままフェードアウトするのが普通ですって。そうね、よし、よし、落ち着いた。その調子です、会長殿。仮面部の廃部に関する書類をまとめてからでも遅くはありません。そうね、でもなんだか嫌な予感がするから急ぎましょうか。まさかな。
さて切ってみたはいいものの、今日も人いないかな。あれ、人の気配がするな。どれどれ、一体どんな世界が待っているやら。お邪魔します。うん、誰だ。あ、怪しい者じゃないです。部活の見学に来た者です。見学だと。珍しいね、こんな怪しい、いや普通の人なら敬遠しそうな部活に。こっちに来い、話を聞こうじゃないか。あ、はい、お邪魔します。ようこそ仮面部へ。私がこの仮面部の部長、増田空也。増田空也なので愛称、つまりニックネームはそう、マスクだ。よろしく。はあ、よろしくお願いします。こっちの図体のでかいのが副部長の重川、そしてこっちの愛想の悪い方がメンデだ。よろしく。副部長って言っても僕もまだ5ヶ月ぐらいなんだ。本当はメンデ君の方が仮面部では先輩なんだけど、彼は忙しいからね。当然だ。雑務なんてやっている暇があったらトレーニングに勤しむべきだ。これは手厳しい。そんなわけでこの部で一番弱い僕が副部長としていろんな雑務をやっているんだ。そうなんですか。あ、そういえば聞いた話なんですが、インターハイがあるとか。ああ、あるぞ。仮面部だからな。仮面部だから。そうですか。部長、多分彼分かってないですよ。実際に見た方が早くないですかね。そうだな、スキンフェイスには想像もつくまい、仮面部の戦いの恐ろしさ。え、恐ろしい戦い？スキンフェイス？せっかく仮面部に来たんだ、見学していけ。お前は運がいいぞ。我が剣でも屈指のマスクども、カルボンガンスの面での技を特等席で見ることができるのだからな。カルボナーラ？あ、マスクド？一体何が始まるんです？大惨事な仮面対戦。マスキングだ。マスキング？重川、相手になってやれ。気を抜くなよ。面で、あまり本気を出すな。はは、後輩が見てる手前、無様な姿は見せられないな。ふん。では、マスクオン。マスクオン？ああ、マスクつけることか。にしてもなんだあの君の割り仮面。準備はいいな。ではキャスト。ベルゲルト、オブスポン、バスター、面で2ポイント。え、アンドルベルト、オルゲン、かかったマルゲドス。マスター、面で7ポイント。あの部長、一体これは。目をそらすな。え？これがマスクドマンのマスキングだ。はあ。バスター、面で21ポイント。もうダメ。よくやった方だろ。ディフィート、面で勝利。面で君。今のマスキングはなんだ。初手のベルゲルトは握手。ベルゲルトで行くくらいならドラーセンで行けといつも言ってるだろ。そうだね。しかもマドル、お前はマスキングを何だと思っているんだ。ごめん。いいか、マスキングはな、遊びじゃねえんだ。分かってるよ。メンデ、あまり熱くなるな。新入部員の前だぞ。ふん、俺はそいつを新入部員と認めたわけじゃない。あの、やっぱり俺失礼しようかな。ああ、そうだ。詳しいルールの説明とかしていなかったな。まあちょっとこっちに来い。はい。とまあ、簡単に言えばこういうことだな。何が簡単に言えばだよ。かれこれ1時間は聞かされてるぞ。めちゃくちゃ簡単に言うと、仮面に魔力が。メルドラウトだ。メルドラウトだ。
ああはい、つまりそれが宿ってて、なんか呪文モードだ。ああはい、仮面をかぶってそれを唱えるとなんかヤバいものが出てきてダメージを与え、バスターだ。そうなるとめちゃくちゃ簡単に言うとそうだな。さっきも言ったがメルドラウトには5種類の、あ、いやもう大丈夫です。はい、なんとなくわかりました。なんとなくでは困るんだよ。君にはなるべく早くなるはやで入部してもらってマスクドマンになってもらわないと。いやでも部長、俺まだ入部するとは。部長、まだ彼は入部できません。そうですよ。まずは入部届とかそういう書類を、入部するに足る資格があるかどうか、仮面を受け入れられる体質かどうかを試さないと。え、いやその、それも一理あるな。おい重川、あれを取ってこい。はい。これからお前がつける仮面、ドラスの仮面は入門用と言ってもいいだろう。メルドラウトもそれほど強くないのでブラックフォッチも出ないだろうし。なんか聞いたことのない単語が出たけど、それ何ですか？部長、ありました。うん、こちらへ。さあつけるんだ。つけるんだ。どうしたんだ？早くつけるんだ、早く。副部長。大丈夫大丈夫、大したことないから。やらないと帰れないよな。よっしゃ、えいっ。どうだ。特に何も。外していいすか？何か気分が悪いとかは？全く。なんか壊したいみたいな感じの衝動は？夜の校舎の窓ガラスぐらいは。正気だな。正気ですね。ちょっとびっくりしました。何の話です？とにかく外しますよ。まさか正気でいられるとは。そうですね。正気だとまずいっすかね。いや、まずかったら入部は無理だな。すまん、入門用と言ったのは嘘だ。え、常人なら正気を失い狂気に身をやつし、近くにある有象無象をかけらほども残さず人海に帰すまで破壊し続ける廃人になるはずなのだが。それはつまり、お前には仮面の素質があるようだ。しかもあの緑水晶の伝説を持つマスクドマン、イスバルザードのブレイメンをしのぐほどの。あ、すいません、そちらの界隈の有名人は全く存じ上げないんですけど、とりあえず今すぐには帰れないってことは空気でわかります。久しぶりに高ぶりを抑えられん。おい重川、あれだ、あれを持ってこい。部長、まさかあれを？そうだ、もしかしたらこいつあれを制御しきれるかもしれん。ありえんな、あれをこいつが。バカバカしい、無理に決まっている。無理かどうかはムジュールが教えてくれるだろう。重川。わかりました、何が起こっても知りませんからね。何が出てくるんです？仮面に怯えるな。仮面に宿るガスパルは仮面への怯えによってくる。古いマナクの言い伝えだ。いや、怯えてるのは仮面にではなく、もういいです。お嬢、本当にいいんですね？くどい、早くここへ。新入部員よ、お前はどうやら本当に運命に見入られているようだ。はあ。この世界において最強と呼ばれる呪術の仮面、ムジュールの仮面、マガマガしきその力、姿、こうして間近で見ることができるスキンフェイスはいない。やはり何度見てもこのまがまがしさは慣れんな。そうだね、息が詰まりそうだよ。なんすかこの奇妙な形の仮面。遥か昔、人が目に見えぬ存在を見ていた時代、日の没するところに生まれた呪術師がいた。ほう。もともとは呪術師ではなく祈祷師だった。人々の病を癒し、心に平穏を運ぶ、そんな祈祷師だった。
だが彼は裏切られた。かつて助けた人たちによって。それはご愁傷様で。同情するな。ガスバリに隙を与えるんじゃない。そうっすか。彼の祈りは呪いとなり、彼の奇跡は呪術となった。人を呪い、世界を呪い、今となってはもう知る者は少ないが、この世界は3度崩壊し、今ここは4度目の世界なのだ。なんだってと言っといた方が良さそうだ。世界を破滅させた呪術、その時使われた仮面がこれなのだ。そんなものがなんでこんな高校の錆びれた一室に。学校から出て商店街に向かってパン屋の向かいに骨董屋があるだろ。ありますね。あそこにあったんだよ。ひなびた商店街の片隅にあっていいもんなんですか。私も初めて見つけた時はどうするべきかと思ったよ。あまりにも不用心すぎる。しかもこれが100円だぞ。国家予算単位の値がついてもおかしくない。まあでもこれ確かに買うとしたら100円だな。疑惑をしてたら100円でも買いたくないけど。さあつけるんだ。マジで。マジもマジ大マジだ。いやでもなんか変なことになるかもしれないじゃないですか。なるよ。え、これを初めて部長がつけた時本当に手に負えなかったんだ。まだ駆け出しだった俺までも付き合わされたな。三日三晩戦い続けてなんとか仮面を取り上げたんだ。すまんな、私にはその記憶がないの。仮面に乗っ取られてたからね。そういう極めつけのやつなんだこれは。今日いきなり仮面に触れるスキンフェイスがどうこうできる代物ではないんだ。わかったか。わかりました。俺帰っていいっすかね。帰りますよ。いやもう帰る。待てー。いや話してくださいよ。ここまで来といて やっぱやめますとか言いられると思ったのか。このおむか早くしろ。でも部長、彼本気で嫌がってますけど。部長命令だぞ。お前は仮面と新入部員どっちが大事だ。なんてもんと比較させてんすか。副部長、俺ですよね。ごめんね、部長命令だから。いやそこは新入部員って言ってほしかったな。ほら、じっとしていろ。そんなに力んでは入らんではないか。力を抜いて、ほら、部長に体を預けて。やめて、そんな言い方しないで。これボイスドラマだから変に勘違いされちゃうじゃん。エロ同人みたいに、エロ同人みたいに。何をわけのわからんことを。あとちょっとだ。よし、つけましたよ。さあ、どうだ。部長、もしかして。まさか、持っていかれたか。すっごくきついっすね、これ。なんだと。あれ、外れねえよ。部長、なんでこんなキツキツなの無理やりはめたんすか。おい、お前、なんともないのか。ちょっとカビ臭いですけど、別になんとも。世界を破滅に導きたいとか、そういう衝動は。クリスマスになったらちょっと思いますね、それ。憎しみとか、悲しみとか湧いてこないか。こんなもんつけさせた部長にちょっと憎しみ湧いてますけど、特筆することは何も。そんな、バカな。なんということだ。神は、いや、失われた世界は一体何という運命をよこしてくるのだ。どうすればいいっすかね、これ。当然決まっている。お前は入部すべきだ。お前は、そう、仮面と出会うために生まれてきた。いやー、さすがにここまでさせられといて入部ってのはちょっとな。認めん。メンデ君、認めんぞ。そんないきなり出てきたやつに。メンデ、認めろ。こいつはムジュールの仮面を制御した。それは変わらぬ事実だ。まだだ。もしムジュールの仮面を制しているのなら、俺のウォードを受けても無傷なはずだ。まさか
やめろメンデ。いくらムジュールの仮面をつけているといえども、こいつはついさっきまでスキンフェイスだったんだぞ。え、何やんの？最後の入部テストだ。手加減はしないぞ。エルボードダメだメンデ君、それは初心者相手にね、危険なモードだ。うるさい。俺はマスキングに全てを捧げてきた。才能がないと言われ続けてきた。ようやく手に入れた力なのに、それを才能だけで超えていくだと、許せるはずがない。多分俺そこまで大したあれじゃないと思うんですけど。貴様黙れ。今日この場に来たこと後悔させてやる。エルボードガルバクライザン。なんかありました？嘘だろ。なんという、これがムジュールの力か。マスクドマン、仮面、共に無傷どころか揺らぎもしなかった。今のなんて言いましたっけ、そのエルボードガルバグライザムでしたっけ。それってどういう意味があって、あれダメだよ、それ割と危険なものなんだよ。メンデ君じゃなかったら死んでたよ。大丈夫ですかメンデ先輩。気絶してる。あのメンデをたった一発、しかも中級ウォードで、あれだけの威力を持つなど。いや、俺としては特に何をしたってわけでもないんですけどね。それは仮面の力のせいだ。なんという恐ろしいことだ。部長、入部届の用紙持ってきましたよ。うん、ご苦労。さあ、ここに名前を書くのだ。やだ、絶対やだ。あ、ちなみに名前は何て言うんだ。あ、山中です。山中俊之。山中、中は普通の。そうそう、白髪純の純です。俊之はピアノが弾けたらの人。あ、いやいや、そっちじゃなくて、俊敏の俊にのです。のの。ああ、何々の墓ののな。オッケー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 、代わりに書いといてやるよ。やめて。そこまでよ。来たか、生徒会会長桜井。腰巾着の島田も一緒とはな。え、島田、なんでこんなところに。てか、なんで生徒会が。ほら、さっき部長がどうしても入部してもらわないと困るって言ってただろ。ああ、そう言われてみればそんな気が。実はね、今日中に新入部員が入らないとうちの部廃部になるんだよ。そうだったんすか。それでこんなに強引にこんなカビ臭い仮面を。あ、いや、多分そっちは興味本位だと思うよ。山中、その仮面、お前まさかもう入部したなんて言わないよな。いや、実はギリギリだったんだよね。これも無理やりつけられちゃってさ。つーか、びっくりしたよ、お前生徒会だったなんて。山中くんと言いましたか。あ、はい、俺です。あなたはこの仮面部をどう思いましたか。あ、はい、あ、かなり怪しいかなと。そうですよね。それはこの学校の誰もが思っています。偏見だ。仮面部ほどスポーツマンシップにのっとった呪術はないぞ。いや、呪術自体が怪しいんだと思いますけど。この学校にいる人、卒業した人は必ず言われます。お前がいる、もしくはお前がいた学校にあった仮面部って何する部活なんだと。あー、確かに尋常じゃないですもんね。わけわからないし。こら新入部員、あんだけ詳しく懇切丁寧に説明してやったのに、わけがわからんとはなんだ。いやー、専門用語多すぎてちんぷんかんぷんでした。私はこの学校の生徒会長です。生徒のために学校の評判を落とす存在を排除しなくてはなりません。黙れ偽善者どもめ。生徒のためという大義名分のために我々を邪教扱いして弾圧しよって。十分邪教じゃないですか、呪術がどうとか言い出して。つまりこういうことですか、仮面部さんくさいから取り潰してしまおうと。乱暴に言えばそうなる。だからお前あんなに否定的だったんだな。まあ気持ちはわからんでもないけど。
山中君、あなたが入部しなければ私たち生徒会の一年越しの苦労が報われるのです。バカ者め、こいつはすでに我々の部員だ。こういう取り合いはちょっとな。恋愛沙汰じゃなくて部活関連だもんな。なあ山中、なんだよ急に。お前生徒会に入らないか。は？生徒会って普通選挙で入るもんだろうよ。役員はそうだ。でも一般社も担当は生徒会役員が引き抜くことができるんだよ。え？お前はその庶務担当とかじゃねえの？失敬な！これでも初期、れっきとした役員だ。あー、でもな、仕事やるのと中二病ごっこして遊ぶの全然違うもんな。あ、パスパス。そうですか。わかりました。物で釣るということはしたくなかったのですが。生徒会長殿、一体何を？山中君、もし仮面部入部を諦めてくれたらこれを差し上げましょう。会長殿、それは白バラ記章ではないですか。もはやこれしかありません。私の権限で出せる精一杯のものです。しかし、しかしそれは。ほう、部活一つ潰すのに生徒会の英雄をでっち上げるとはな。あ、何それ、ピンバッジ？いや、俺ピンバッジだったらいっぱい持ってるからな。俺のコレクション見る？いろいろあるよ。バカ、あれは生徒会の英雄と認められた者にだけ授与される特別なバッジだ。正式名称は生徒会特別功労賞、白バラをかたどっているから通称白バラ記章。ふん、売ったら金になんのかね。お前は白バラ記章を授与されることがどれほど名誉なことか知らんのか。いや、俺転校生だし。そうだったな。よし、うちが長い歴史を持つ学校であることは知っているな。ああ、こないだ聞いたな。その長い歴史の中で白バラ記章を授与された者は4名しかおらん。ふーん、すげえレアもんじゃん。そうだ、お前が5人目となるのだ。でもさ、それもらったって特になんもないんだろ。一応生徒会名誉役員ということで、立場的には副会長レベルの権限やナイスな特典が得られるぞ。へえ、でもめんどいんだろ、やっぱりパスだよ。そうか、白バラの英雄ともなれば生徒会の女どもは一目置いたであろうに。女？女だ。そういやさ、生徒会って女子どれぐらいいんの？確か役員は4名、一般社も担当は21名だな。ちょっとこっち来い。こっち。なんだ。なあ、あの生徒会長を100とすると他の女の水準ってどんなだ？足切り70。ああ、それは顔か。顔と性格。生徒会長を100とすると95が3名、80が2、75が4だな。微妙だな。だが、そういやお前、寡黙な子が好きなのかね。え、なんで？放課後そんなことを言っていたような気がするぞ。そうね、いいね、とってもいいの、そんな子。だとしたら俺が指揮できる風紀委員に130がいる。103？ マジか。お前マジで言ってんのか。寡黙すぎてコミュニケーションに困っていたんだ。生徒会に入ってくれるなら管轄をそっちに回してもいい。お前どんな判断だ、女をドブにする気か。でもさ、入ったとしても雑兵だろ。そんなのもらっちゃっていいわけ？だから言ったろ、生徒会の英雄は副会長並みの権限だと。生徒会長殿、やっぱり仮面部入部やめときます。そして生徒会の末席に加えていただきたく思います。まあ、おい、生徒会の一員として粉骨砕身、身を奉ずる所存にございます。そうですか、ありがとうございます。おい、ちょっと、いや、お前は仮面の才能が。いや、才能とかどうでもいいけど、女いないのはちょっとね。
何を俗物じみたこと。お前は時間ですね。ええ、長かった。私の仮面部が廃部ですね。どうしてくれる貴様、首の皮一枚で繋がったと思ったらこれだ。そうは言っても、俺が今日ここに来なかったら同じことじゃないですか。部長、諦めましょう。重川、貴様まで。仮面は表に出てきてはいけないものだったんです。こんな学校の一角に晒すものではなかったんですよ。部長、表に出てきてはならぬもの、それはなぜだ。スキンフェイスに危害を加えるものだから。まさか。そう、そのまさかだ。仮面の力を使えばこのような学校あっという間に制圧できる。制圧？あなた一体何を。オングルスの仮面を使い、ベイルズのウォードを使うだけで人々の心は悪に染まるだろう。マータの仮面を使い、バルバラスのウォードを使えば街など一瞬で火の海だ。部長、あなたという人は。全ては仮面を認めぬ者たちが悪いのだ。私は仮面を認めぬ者を全て抹殺する。ただいまこの時より私はマスクドマンではない。ならば一体何だと。私は宣言しよう。イヴァルメアの使徒、そう、第二世界を滅ぼしたイヴァルメアの使徒であると。なあ山中。ダンダイブラザー、約束忘れてないよな。それはもちろん。お前この数時間こんな話を延々と聞かされていたのか。そうですよ。よく平気だったな。誰でも一度は通る道さ。誰でもな。部長、あなたを行かせるわけにはいかない。わっ、ゾルメルド・フォッバルース。仮面のメルドラウトが消えていく。太古より封じられた禁断の棒。重川、お前には教えていなかったな。一体何をしたんですか、部長。このウォードは自分のつけている仮面よりも弱い周囲のメルドラウトを全てバランジットへ返すウォードだ。そんなウォードが。そして私がつけていたのはサラングベルの仮面。この意味がわかるか。まさかメンデ君の仮面まで。そうだ。そしてその代償に自らがつけていた仮面は消え去る。あなたはなんてウォード。仮面を愛してないのですか。知ったことか。仮面とは使うためにあるのだ。だがあなたの仮面は消え去った。この世界の誰かがあなたを止めるだろう。それは無理な話だな。見るがいい。私にはまだこれだけの仮面がある。どれも一流呪術師のメルドラウトの込められたものだ。誰も私を止めることなどできぬのだ。あ、なるほど。じゃあそのゾルベルト・フォン・バルースって唱えたら俺の仮面も消えるわけですかね。うん？裏切り者が慣れ慣れしくするでない。まあしかし確かにそういうことになるな。そして周囲の仮面のメルドラウトを。あ？ですよね。ああ、全部ただの仮面になってる。お、消えた。本当だったんだ。しかしきつかったな。後になってないよな。おのれ貴様。何がどうなってる。いや、どうやらさっきまで被ってた仮面が世界最強らしいのよ。そうだったのか、あのキモい仮面が。だから世界最強以下が使い物にならなくなって俺の仮面も消えたと。一件落着。とにかくこれで本当に全て終わったのよね。どうやらそのようですね、生徒会長殿。もう仮面部は本当に終わってしまった。
部長、これが正しかったんですよ。この無念、もはやこれでしか表現できぬ。重川、そして裏切り者、こちらへ来るのだ。え、一体何ですか？ミュージックスタート。仮面で隠して踊ろう踊ろう、かりそめろ一夜を、人前も悩めるマドンナ。ステラステラマジア暗いを部長、これは何が言いたかったんです？これが本当の仮面部倒壊。え、このボイスドラマ、それが言いたいだけだったの？